俺がいればなって、それだけです。毎日今でも考えてます。帰る土地を失う震災っていうのが福島の震災の特徴で、50年ぐらいは震災かぶった人のメンタルヘルスをずっと追跡しなきゃいけない。レオがって言って切れたんだ。でその後1時間後ぐらいに当時の妻から電話来て、レオ死んじゃってる。は？ね、死後にならんでね。レオ君いつもお父さんのことを言ってたし、お父さんのこと大好きだったってよく言ってましたよって、それ言われたらもう返す言葉もないもんね。そばにいてあげていればなと。そればっかりですね、うん、俺がいればなって、それだけです。毎日今でも考えてます。住宅提供打ち切りっていうのを聞いたときはどう思われました、はい、なんでって、それしかないですね、うん、それがなければ行きましたよ、あっちに、うん、離れることもなかったと思うし、だから国に対しても自治体にも言いたかったのは、個別で判断してほしかったの。その人の人一軒一軒回ってでも家庭状況とか、こういうもう子供たちもここに何年もいるとかって、そういうのを考えて、国や自治体の指導であっち行けこっち行けってやられて移動して、矢先子供たちがねようやくコミュニケーションを取って、で住宅無償打ち切りは終わった、二重生活する必要になってしまったじゃないですか、その矢先だったからね、うん、だこれ見ている身の上にはまだ原発事故も終わってないんだっていうことは言いたいですね。福島の震災とどこ違うって言ったら、一番大きいのは、はい、帰る土地をなくした震災ですね。福島の漁民っていうのは放射能の影響で未だ規制されてるし、農業についても自分たちがずっと先祖伝来でやってきた田んぼをね失うっていうふうなことでしょう。だからでなおかつふるさとを失った。最近外来に来てる患者さんたちのね中で死にたいっていう人がとっても増えてきた。で一つは若者の高校生とか18、19ぐらいの若者がなんかもう死にたいと。7年前若者そのものが来なかった。で死にたいって人ももう来なかった。でこれやっぱ何らか震災の影響で若者たち のメンタルヘルスが窮屈になってるんだろうと思いますね。もう一つは70代とか60代とかそのあたりの人たちがなんかもう死にたいって言ってる。何のために生きてるのか分かんないなっていう。沖縄で私が戦争 PTSD を見つけたのは戦後65年過ぎてからです。そうすると2011年の震災だから
そこから60年ごとっていうと2070年、今2020年だからあと50年、50年ぐらいは震災かぶった人のメンタルヘルスをずっと追跡しなきゃいけない。大人たちは汚染も被爆もこれから起きる可能性のある被害も隠さず伝える責任があると思います。それを伝えず嘘をついたまま認めないまま先に死なないでほしいのです。